どうもこんにちは、山徳です。はい、ということで今回なんですけど、はい、まあ今回はねちょっと気合を入れていこうということで、うん、振り向き山徳言わさせていただきました。はい、もう一つ前回に引き続きねサンルーフをつけていきたいと思います。はい、はい、前回ね、こちらのサンルーフ取り付けました。まあ正式名称はルーフウィンドウミニ壁後付けサンルーフになります。はいはい、で今回取り付けるのはこれのもう一回り大きいの、大きさ的にはこのね前回取り付けたサンルーフより約2倍のね大きさのものを今回取り付けていきたいと思います。はい、そのサンルーフの名前は、ルーフウィンドウミディ壁。え、さっきと違う。さっきはミニ壁、今回はミディ壁。ミニとミディ、ミディアムのミ。あ、やっぱり、うん、本当はもうちょっと大きいのあるんですけど、で取り付ける関係上ですね、ミディの中間サイズのものをね今回取り付けていきたいと思います。はい、ここはね純正の換気扇で取り付けたのがここですね。で今回取り付けるのがはいこちらになります。ここです。お腹扉があってこの位置関係になります。ここにちょうど700×500 のサイズの方がはまるようになってます。もう一つ大きいねサンルーフをなぜこの後ろの方にねつけるかっていうと、こっちの方はね全部窓をね、塞いでしまう場所なんですよね。ベッドルームがあってこの辺にまあ、冷蔵庫とか、外から見せたくない部分っていうのはもう窓をねもう全部塞いでしまう予定なので、窓をね、まあ、塞いでしまうとどうしても真っ暗にねなってしまうので、そのあたりにねこう光が入ってくるようにここに大きなサンルーフをね取り付けていきたいと思います。はい、今日もね暑い。暑さが増したね。増しました。もうね、今バスの中がですね、今バスの中がもうね31度、天井からのね熱がすごい。この辺こなんていうの、ここからこの間がすんごい暑いのよ。私でも多分顔がちょっとホテルっていう感じはするけどさ、うん、多分ケンちゃんの方が多分暑いんやろ。この辺まだ大丈夫。そうだね、この辺暑いってなってる。真夏になってくると太陽の向きが真上に変わってくるから、やっぱ天井からの熱がやっぱすごいね。はい、ということで、今回もね早速ちょっと取り付けていきましょう。はい、またでかいね。お邪魔します。帰ってお邪魔するならさよなら。ごめんやんかい。これですわ。これこれめちゃめちゃでかいでしょ箱が。はい、ということでねこれがルーフウィンドウのミディ壁になります。はい、まあ、ちょっと逆向いてますけどね、ちょっとこっち開けちゃったんで反対になってますけど、ちょうどねこの良心的にもこれが 700×500 型取りできるようになってますんで、多分このままこう切ったら 700×500 の型取りに使える感じです、うん、はい、よいしょ。これですわ。めちゃめちゃでかいでしょ。でかい。こんな感じ、携帯との大きさの比較。でもこれフィルムついてるよね。携帯ですか。携帯ちゃいます、ちゃいます。携帯はね最近フィルムここ日々入ってるの、線入ってるの。これのことでしょフィルム。ちゃうわ、こちらのミディさん。これのこと、ここついてるよ。いやミディさんの話やね。ミディさんってもう名前ミディさんになってもうとるやんか。ミディさんもついてますねここね。ミディさんそれさフィルムのさ色なん。あ、ちょっとグリーンかかってるよな。剥がしてみやんと分からへんな。そうか、これもねまあ、分割になってまして、ね、ちょっと分割してみたいと思います。よいしょ。前回のねミニ壁のサンルーフね、うん、こっち取り付けた動画を見てくれてる人はもしかしたらねちょっと気づいたかもしれないんですけど、今回はですね2分割になってます、うん、で前回の、ミニ壁は3分割になってます、うん、なので1枚ね少ないんですよ、うんうん、ただ取り付け方法、まあ、容量っていうのはもうほぼ一緒ですね、うん、はい、じゃあこっちがはいこんな感じで、あ、同じ、はい同じです。こういう感じですね、サンシェードと
網戸、はい、これがのミニ壁ね、うん、まあ、その方がいいか、こんな感じですね。そうやな、横幅的には40と50だからさ、そんなに変わらんかもしれんけど、うん、縦幅がすごい変わるね。そうやね、縦幅が変わるね。本当に約2倍って感じやね、横の分も考えると。うん、じゃあね、次にこいつをですね、実際に取り付ける場所にですね、ちょっと当てがってみたいと思います。これ入らんとか、え、おっと、え、これ計算外、計算、計算ない、おっと、え、嘘でしょおっと、微妙だぞえ、嘘でしょ、微妙だぞ、計算外、計算内でしょ、そのさ、当たるっていうのは。やべえな、これ。キーはめるって話でしょ。キーははめる、キーはめて、45mm の角材をはめるから。でもここがね、5センチなんよ。当たるか、どうだ。この穴は、まあ余裕でいけるんやけど、この枠ね。じゃあですね、ちょっと取り付け方法ですね。僕らもちょっと初めてなので、まあこれがね、実際、まあ正解かどうかちょっとわかんないんですけど、うん、まあ多分、まあこうだろうという感じで、うん、取り付けていきます。仮にね、これここルーフの鉄板やと思ってください。はい。で、ここに、当て木をしまして、金具をこのようにして取り付けます。で、ここでね、止めていく感じですね。付属のね、ネジがあるんですけども、これを入れまして、で、下から覗くと、このような感じで止めれるようになってます。ネジがね、ちょっと足りない感じなんですよ。で、これはなんでかっていうと、この角材の太さにね、今回問題があって、まあ、前回はね、この 45×45 で全然問題なかったんですけど、今回取り付け方法がちょっとね、若干この変わってきまして、本来ならね、ここもう少し薄い木でやると、ここのね、ガイドに入って、こうネジもね、足りる感じやと思うんですけど、こう太いのでね、今回その僕たちのね、バスは針が結構50ミリあるので、それ以上にね、天井が出てきますので、こんな感じでちょっと足りない感じなんですよね。まあ、これはね、ちょっと致し方なくて、今回このネジをね、ネジだけね、ちょっと買ってきました。まあ、実際はね、この金具を取り付けてから最後バチッとはめる形なんで、ちょっと順序は逆ですけど、まあ、取り付けるとね、こういう感じで、はまりますね。こういうところにね。はい。こういう感じです。若干ね、この金具の厚みっていうのがあるんで、さっきの金具の厚みで、多分ね、ギリギリ回避できると思います。元箱なんですけど、こいつが 700×500 あるかどうか、うん、一回測ってみましょう。700 OK、 じゃあ乗せてみましょう。あ、入った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 ね、入った。うーん、おーしょー、6ね、これパッキンがずっと一周入ってる感じですね。とりあえずこの基礎をね、当てるこの木の厚み分も考えてやらんとダメですね。じゃないとこの抜くところ 700×500 だけあったらいいわって考えとったら、多分これはつけることできやんすね。開口部プラスこの木ねの分は必要っすね。よっしゃー、見えました、見えました、うん、3つ目ともなると躊躇なくいけるよね。そうだね、今回はでかいでな、うん、やっぱり慎重にいかんと、ギリギリやな、うまいことしやんと入らへんっていう問題が出てきてるから、うん、今回は結構慎重。あーでもむずいな。確実に上登ってここ合わせたらワンサイズ短く切ってまうからな。そうだな、
もしもう角を丸めずにカットするとこういう感じっすね。多分ここの R を出してカットするのは下手すると失敗すると何度も切り直さなあかんっていう感じになってくるな。もうこのまま直角で切ったった方がいいかもしれんな。良さそうだもんね、こうやって見とると、問題ないと思う。ただこの親切さに負けて私たちはこれを借りてしまったの。そうやな。さっきの段ボールの型で撮るとこうなんやけど、こういくよりも普通にミニ壁と同じように直角で出した方が良さそうやね。なんでミニ壁はここ直角やったやろな。なあ、直角やったな。下手にこう型取りのやつ参考にしん方がいいかも、ね、方がいいかもしれん。まず仮置きしてみようか。ということで一回仮置きしてみました。こんな感じです。まあ大きい ね、一応今回はね縦に配置したんですけど、本来はね、まあ、横向き配置が基本なんですけど、まあ針のね関係で今回は縦でまあいったわけなんですけど、どうしてもねやっぱりここが隙間浮きますね。サイズが大きい分こう屋根の傾斜、まあフラットに見えて結構傾斜があるみたいで隙間が空いてます。なのでこれ本来横にするんですけど、横にしたらさらにこの傾斜はねますます広がっていくんやろうなというふうに思います。横幅さ50でこんだけの隙間っていうことは多分70横に引っ張ったらもうちょっと傾斜がきつくなるよね。この隙間がこれで良かったんか悪かったんか、まあ、とりあえず中から木でかましてまあバシッとやってしまってコーキングしてしまえばまあ問題ないと思うんですけど、コーキング上からやったらすぐにもうグッとネジで止めた方がいいね。暑い。だね。やば。こっちからの眺め最高やん。やっぱこんだけでかい穴開いとるとすごい風入ってくるな。ああ、すごい。ま、開いとるだけで風がすげえ入ってくる。ほぼオープンカーみたいなもんやな。
鳥がすげえ当たってくる頭に。ねえねえ、もうちょっと一個上がってさ、ちょっと肩に乗せてよ。なんで。肩乗り鳥やん。肩乗り鳥。こうやってやって。なんかあれやな、南国に来た気分やな。あ、いるよね、こういうの。今からの流れは、うん、一回上上がってルーフウィンドウに、うん、裏からコーキングして、うん、乗せると、うん、そこから本来やったらマスキングして外周をぐるってやりたいんやけど、うん、結構さ、隙間あったやんか、うん、だからこんだけ暑いと、うん、あんまり中途半端に乾いていくとかなわんからさ、うん、一回乗せた後に一回降りて、うん、でガチッとこっちから挟み込んだ方が、うん、安全なような気がする、うんうん、先にコーキング打って乗せて中入ってきて挟み込んでまた戻ってで周りコーキングするって感じ。 OK、 いきます。はい、もうちょっとこっち。あ、そうです。こっち。もうちょっと、そう、そこ。そう、いけ。いい感じ。ここがこんだけ、ちょっと隙間こうね、浮くんすよね。なんで、乾くまでに下から止めちゃおう。もう俺の肩が、俺の肩が普通やで、プルプル言ってる。普通やでね。頑張れ頑張れ頑張れ。コーキング出てきたでしょ。あ、ほんとだ。うん、それでぐーっと挟み込んでいくから鉄板と木とこのボディをね、うん、だからこれをさっきやったらんと多分うまいこと隙間がくっつかへんよね、うんうん、とりあえずこの金具取り付けました、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個、うん、これをね、つけることによってこのルーフの鉄板と木とサンルーフ自体をねドッキングするような感じでぐーっとコーキングを潰していくような感じですね。はい、うん、とりあえずここまで終わったんで一回取り付けてみて、よかったら上から登ってもう最終もコーキング周りに固めちゃう。固めちゃおう。あ、いいじゃんいいじゃん。よし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 。あ、はまりましたはまりました。あー、よかったー、うん。あーいいねつきましたね。ってことでもう一回上だからこっから行けるんかな。いやそっからちょっと無理じゃない。開くのがだってさやな、ちょっと出るには出にくい、角度が足らんかな。まあ出りゃんこともないけどな、研究所脱出口みたいな。確かに、うん、はいはいはい、こんな感じで潰されてますな。やっぱこれに色ついてるんや。全然クリア度がクリアが違うな。はあ、剥がせた。よし、あとはちょっとついた部分をきれいに拭いて終わり。
はい、ということで、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、ということでね、ミディのね、ルーフウィンドウ着きました。はい、いや、今回はね、前回そのミニと違ってサイズが倍あるから撮影しながらの取り付けが本当大変でした。今回はその屋根のね、ちょっと隙間が気になったんですけど、最後ね、ぐーっと金具、取り付け金具をつけたことによって圧着されるような形になったんで、それでコーキングもね、ぶちゅーっと出てきたんで多分大丈夫だと思います。はい、はい、で、まあ明日雨やから、まあ一回ね、まあ漏れてないかだけちょっと確認してみて、で、まあ漏れてなかったらね、多分大丈夫かなというふうに思います。このミニの時もそうだったんですけど、ネットにね、なかなか情報がなくて、 YouTube とかでもね、ほとんど上げとる人いないんですよね。まあ今後ね、取り付ける方のね、参考になればいいかなというふうに思います。ということで、まあ前とね、後ろでね、明かりが随分入ってくるようになりました。まあ、真夏は多分ね、開けっぱなしにしとくと多分暑いと思うんですけど、まあサンシェードもついてるし、こんだけ大きかったらね、星空ももしかしたら見えるんじゃないかっていう、ちょっと淡い期待は抱いてます。天井に穴開ける場合はですね、まあ、針のことをね、ちょっと注意しながらですね、陸運局と、相談しながらやってもらった方がいいかなというふうに思います。まあ、基本的にはね、フレーム車は大丈夫らしいんですけど、まあ、一度ね、確認の方をね、してみた方がいいかなというふうに思います。ということで、ね、今回の動画は以上になります。はい、はい、そしたらまた、バイバイ。バイバーイ。